それでは今回はシンクシンプルについて解説したいと思います。一つ目がシンプルさ最強の武器って話、二つ目が容赦なく伝えようって話、三つ目がミニマリストになろうって話をしたいと思います。シンプルさっていうのは結論を一言で言うと、あらゆるものに適用できる重要な概念ってことです。ミニマリストって流行ってないですか？スティーブ・ジョブズだったりと、物をできるだけ最小限にするって考え方です。複雑とか大量よりも今の世界っていうのはシンプルとか少ないっていう引き算思考でいけるってことが求められてます。会議もプレゼンも商品も営業もシンプルっていうのが非常にいいです。本質を大切にするってことです。シンプルさっていうのは簡単に言うと、本質だけを残して他を全て取り払ったものです。エッセンシャル思考的な考え方と似てるんじゃないかなと思います。 iPhone とか iMac とか MacBook 想像してみてください。非常にシンプルなデザインになってます。商品だけでなく箱もシンプルです。でもよくよく考えてみると、売れてる会社って全部シンプルじゃないですか。ユニクロの服ってシンプルですよね。エルメスもグッチも箱とか袋ってシンプルじゃないですか。細部にこだわるのはもちろん大事なんですけど、こうシンプルさっていうのは非常に大事だってことです。じゃあなぜシンプルが大事なのか、重要なのか。人間っていうのは本能的にシンプルさを好むからです。人っていうのは複雑な道よりもシンプルな道を選ぶって言われてます。物事をわざわざ複雑にしたい人はいないです。分かりやすい方が快適ってことです。 iPod っていうのは 500GB で 180g ですけど、ジョブズはこういう風に表現しました。1000曲をポケットにと。シンプルですよね。1000曲っていう曲がポケットの中に入ると、売れてる商品っていうのは何をやろうとしているのか、シンプルってことです。今の時代っていうのは特に情報が過多です。多くの選択肢とか多くの情報が入ってきます。みんな困惑してるんですよ、悩んでるんですよ。そういった時代において複雑な商品とかプレゼンっていうのは求められていないです。シンプルさっていうのは差別化になるってことです。この本では具体的にシンプルさをどう適用するかで10個挙げられています。その中4つについて僕の方で解説したいと思います。まず1つ目が容赦なく伝えるってことです。人間はシンプルを好むと、人は複雑な道よりもシンプルな道を選ぶって話をしました。スティーブ・ジョブズっていうのは iPhone に余計なボタンをつけるのを嫌がったんですよ。複雑はダメだと。じゃあプレゼンとかコミュニケーションにおいても、素直に思っていることを全て伝えるのが大事だと。いいことも悪いことも変に隠したりとかしないで正直に伝えるってことです。今の世の中って KY とか空気壊すなって言うじゃないですか。でも本当に大事なことであれば、空気を壊してでも言わなきゃいけないってことです。自分の意見をはっきりと容赦なく伝えることです。以前こういった若者がいました。投資家になりたいって若者に僕は会ったんですよ。厳しく言いました。本当はそこまで言う必要あるのっていうぐらい厳しく言ったんですよ。なんでかっていうと、イデコもニーサも分かってないんですよね。違いも分かってない。 ETF も分からない。全然ダメです。不動産も株も分かんない。もう勉強不足なんですよ。それだったらダメってめちゃめちゃ言いました。勉強足りないよと。そんなんだとダメだよと。以前他の人で公認会計士になりたいって28歳の会社員にも会いました。めちゃめちゃ僕は容赦なく伝えました。正直その人が受かるって思えなかったんですよ。会社員をやりながらタックに行って公認会計士試験目指して1年で受かりたいって言ってたんですよ。本気でお金とか時間とか死に物狂いの努力を2年間3年間4年間やらないと公認会計試験って受かんないんですよ。僕は大学の在学中に受かった理由っていうのは、本当に全力かけて全身全霊全てのものを捨てて勉強しかしなかったから受かったんですよね。その人と僕ってやっぱギャップを感じたんですよ。人間っていうのは容赦なく伝える場面っていうのは絶対にあると思うんですよ。それが本質だと思います。例えば顔色を伺って言わないとか、空気を読んで言わないとか、それだったらダメってことです。素直に伝えるとか容赦なく伝えることで、自分が今どこに立っていて何が目標で期限はいつなのか、何が成功できて何が失敗なのかが明確になります。容赦なく伝えるっていうのはこのシンプルさを表しているんじゃないかなと思います。続いて2つ目が会議もシンプルにしようってことです。アップルでは考えることは大きく、それ以外は小さくっていうのを推奨しています。メンバーは少なくていいと。でも会議で考えることは大きくあるべきだっていう考え方です。会議のメンバーが多いと複雑になります。メンバーは少なくする、シンプルにすることが大事だってことです。ジョブズはよくこうやって言ったようです。この会議に君は必要ないと、出て行ってくれと。かなり厳しいですよね。なんでジョブズがそう言うかっていうと、有能な少人数のグループで始めなきゃ会議っていうのは意味ないんだと。参加者が増えれば増えるほど複雑になっていくと。会議室の部屋にいるものっていうのは全員がそこにいるべき明確な理由を持ってなきゃいけないと。質問しない、発言しない人が会議にいること自体が間違ってると。そんなやつは出て行ってくれと。いる理由なんかないんだっていう厳しい言葉なんですけど、シンプルじゃないですか。会議って本来必要なメンバーが集まるべきで、ただ聞いてる傍観者っていうのは会議メンバーじゃないんですよ。いる意味がないと。これぐらい会議に関
関してもシンプルに考えることが大事だって話です。続いて3つ目がミニマルに徹するってことです。ミニマリストって流行ってますよね。最低限のものだけで暮らす人のことです。アップルでは足し算よりも引き算を重視します。シンプルを好みます。アップルの製品っていうのは全てシンプルさの具体例です。 iPad が披露された時にライバル会社はこういう風に叩きました。いろんな機能が欠けていると、欠けてる欠けてる欠けてるって言ったんですよ。一方ライバル企業っていうのは足し算をしました。いろんな機能とかボタンをくっつけたんですよ。結果的に売れなかったです。シンプルさっていう感覚は全てのビジネスを伸ばします。商売の基本原則っていうのはシンプルさは人を引きつけるってことです。ジョブズのファッションっていうのは常に同じです。服選ぶ時間っていうのは無駄だと考えてます。脳の負担を減らしたいと、決断を減らすことを意識してます。アップルの製品名って少なく管理してるんですよね。 iPhone って名前変えないじゃないですか。7とか10とか11とかつけるけど会話で使わないのを知ってるんですよね。それは何かっていうと、人間っていうのは商品を1語で認識するんですよ。2語以上で言わないんですよ。 iPhone で調べようは言うけど、 Apple の iPhone で調べようとは言わないじゃないですか。 iPhone で調べようとは言うけど、 iPhone11 で調べようとは言わないですよね。これを分かってるんですよ、 Apple っていうのは。人っていうのは1語で認識すると。だからあえて商品名を変えたら顧客っていうのは複雑になっちゃうんですよね。でもライバルっていうのはそこが分かってないんですよ。だから商品名もすぐ変えたりするんですよね。売れてるもの考えてみてください。僕は昔ドラクエとかファイナルファンタジー好きだったんですけど、ドラクエとかも名前変えないですよね。ワンツースリーフォーってなってるじゃないですか。このようにライバルっていうのは複雑に考えると、売れてる商品っていうのは非常に商品名に関しても少なく管理している、シンプルにしているって話です。そして4つ目がスケジュールです。シンプルなスケジュールっていうのは非常に大事です。動かし続けるためにも大事です。僕は何か偉大なことを成し遂げるとか重要なプロジェクトをやるときには2つのことを意識しています。それは PDCA と十分ではない時間です。時間っていうのは長すぎたらダメです。なんでかっていうと、考えすぎちゃったりとか、また時間かければいいものができるってものじゃないんですよ。逆になさすぎもダメです。なんでかっていうと、準備する時間がなくてクオリティが下がるからです。自分は今1日2冊本を読んで週に14冊分の撮影をしてます。これっていうのは十分ではない時間なんですよ。全然時間があるとかでもないし、足りないでもないんですよ。ギリギリというかちょうどいい時間、このちょうどいい時間を作ることが非常に大事だと考えてます。なんでかっていうと、人間はギリギリの中で最大限の成果を出した方がパフォーマンスが上がるってことを僕は知ってるからです。また PDCA っていうのは非常に大事です。僕は PDCA ができないプロジェクトっていうのはやる意味がないって思ってます。動かし続けるためには PDCA できないとダメなんですよ。計画実行改善ができなきゃいけない。僕の場合だったら週に2回、14から16冊分のスケジュールが入ってます。そして月曜日と木曜日にリハーサルをして、火曜日と金曜日に撮影するっていう PDCA が完全にできてるんですよ。1日2冊読んで解説して、その昔撮ったやつをチェックして、こうしなきゃいけない、こうしたらより良くなるっていう回しています。でも多くの人っていうのはこの PDCA と十分ではない時間、これらが足りてないんですよ。計画ができてなかったり、途中で始めたのにどっかでやめちゃったりとか、時間がありすぎたりとか時間がなさすぎたり、これっていうのはダメです。アップルが使った初代の iPod っていうのは音楽とか映画とか写真を収められる携帯プレイヤーとして開発されたのでは実はないんですよ。最初は単なる音楽プレイヤーでした。それが計画と十分ではない時間によってどんどん後から付け足されたってことです。それではまとめいきたいと思います。まず最初に、シンプルさは最強の武器になるってことです。シンプルさっていうのは本質だけを残して他を全て取り払ったものです。本当に一番価値ある仕事っていうのは何なのかっていうことをしっかりと考えてください。売れている商品、売れている企業っていうのはシンプルです。 iPod っていうのは選曲をポケットにっていうように、キャッチコピーもシンプルじゃないですか。皆さん複雑に考えすぎです。足し算ではなくて引き算が大事だってことです。そして次、容赦なく伝えるってことで、本当に伝えたいこと、本当に大事なことがあるんだったら空気を壊してでも KY でもその人のために伝えなきゃいけないことがあるってことです。そうすることによって、その人が今どこに立っていて、何が目標で期限はいつなのか、なんでうまくいってないのか、なんで失敗したのか明確になります。続いて、会議もシンプルにって話です。メンバーは少なく考えることは大きくです。スティーブ・ジョブズはシンプルに、この会議に君は必要ないってよく言うそうです。皆さんの会議で無駄な人っていないですか？入るべき、いるべき、明
明確な理由があるかどうか、そして当事者意識を持って発言しているかどうか、意見を出しているかどうか、それを出さないとっていうのは単なる傍観者です。会議に参加させる意味はないってことをしっかりと理解してください。そして次がミニマルに徹するってことです。最小限っていうのが価値があるってことです。足し算よりも引き算です。複雑ないろんなボタンとか機能を追加するんではなくて、無駄を削ぎ落としていく。シンプルさっていうのは人を引きつけます。全てのビジネスに関係します。これらをしっかりと理解してください。そして最後、シンプルなスケジュールってことです。 PDCA と十分ではない時間、この2つが揃った時に偉大な仕事を成し遂げることができます。時間のありすぎなさすぎっていうのはダメです。ちょうどいい時間、十分ではない時間でできるだけのクオリティを出すこと。そして PDCA です。 PDCA できないプロジェクトは意味がないです。途中でやめちゃったりします。改善もしなきゃ意味ないです。僕は週に14本取ることによって PDCA を回し続けてるから続けられるってことはあります。動かし続けるためにこの2つっていうのは絶対に意識してみてください。この動画見ていただいて感想とか気づきコメントあればぜひメッセージお願いします。チャンネル登録評価ボタンクリックいただければ励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。たくさん本を出版しておりますので、ぜひ Amazon の書籍ページもご覧いただければと思います。また LINE アットではセミナー情報、無料で有料動画のプレゼントなどをしておりますので、ぜひご登録お願いします。チャンネル登録、評価ボタンのクリックをぜひお願いします。